ひどい。はい、めいくんです。今日もまた DDR5 検証していきたいと思います。今回はね AMD 環境ですね。で、設定はこんな感じで、だいたい EPIC 設定、 DLSS クオリティ設定で、バックミラーも 250m に設定してます。まあ、あとは 4K 設定のトリプル環境でやっていきたいと思います。はい、前回ねインテル環境で検証しましたが、今回は、AMD の環境で確認していきたいと思います。前回ねインテル環境でやった時はもう全然違いがなかったですけどね、 AMD だったらどうなるか。で、環境は以下の通りですね、 7950X3D に 4090 で、DDR5 を4800から8000まで変えて検証します。はい、それではねまずは全部比べてみます。左上から 4800MHz の CL40、 これデフォルト設定ですね。で、真ん中上上段が 5200MHz の CL40、 これ新しいタイプのデフォルトのやつですね。従来のは 16GB だったんですけど、最新のモデルは、24GB になってるんですよね。で、デフォルトも若干、クロックが上がってました。で、上段の右が 6000MHz CL34、これはもともと6600のものだったんですけど、 AMD 環境でどうしてもね6000で通らなくって、まあしょうがないんで、6600を6000にクロックダウンしてます。で、左下が 7600MHz の CL36、 これを最近 AMD 環境ではデフォルトで使ってますが、マザーボードの対象の、メモリー見たら最近8000まで対応してたみたいですね。なんで、右側下が、V カラーのインテル側で使ってるメモリーで 8000MHz の CL38、 まあデフォでは動かなかったんですけど、これもちょっといじったらちゃんと動くようになりましたね。6600は動かなかったですけど、8000は動きましたが、なんでですかね。まあ一応動いたからいいや。で、どんな感じかなって見てみると、まあ上段の左と真ん中のデフォルト設定のやつが、まあ大体同じぐらいの数値でずっと動いてますね。で、それ以外の3つが、それぞれオーバークロックしてるんですけど、まあほとんど同じですね。8000だろうが6000だろうが変わりないです。もうこれもねインテル環境の時と全く同じ症状ですね。なんで、レイテンシーが多少短かろうが、何しようがクロックが高かろうが、ゲーム性能、まあこのアセットコルサコンペチオーネだけの話になっちゃいますけど、まあ、このねゲームは DDR4 の時代のゲームなんで、 DDR5 をうまく使いこなせてないのかもしれないですけど、まあアセトコルサコンペチオーネの検証では、そうですね、どのメモリーでもとりあえずオーバークロックは有効ですけど、クロックアップをしたからって押ししたからってゲーム性能はそこまで変わらないかなと。で、まあ6000で十分ですね。無駄に予算かけて8000とか8400買ってもきっと変わんないんでしょうね。まあね、今8400が最高速ですかね。そのうち9000とか1万とか出るんでしょうけど、さすがにそのぐらいまでいったら速くなるんですかね。まあただね、今、メイ君の持ってるやつで、CL が一番早いの、短いの34ですからね。DDR4 に比べりゃ2倍以上長い感じになってますよね。やっぱこの辺がクロックと比例しないのかなっていう感じですね。まあ、この結果からすると、まあ、シムレースゲーム、このアセットコルサコンペチオーネに限ってのことですけど、この環境で揃え、これをやりたいために環境を揃えるんであれば、まあ、メモリーは、そうですね、OC ができれば何でもいいです。
ていう回答ですね。 CL が短かろうが何しようがもう全く関係ないですね。まあ、あとはゲーム、そうですね、シムレースゲームで 32GB 以上使うものって今のところはないので、まあ、そこも従来通り 16GB かける2枚でまあ十分ちゃ十分かなと。まあ、あとは動画編集するとか他のゲームのシムレースゲーム以外のゲームやるっていう方は、まあそっちの検証してる動画を見てあのメモリ選びをしていただければいいと思います。ということでね、まあ、前回のインテル環境に引き続き AMD 環境でもメモリーをね、いくらお金かけても無駄という悲しい結果が分かってしまいました。はい。ただね、アセットコレクターコンペティションでちょっと古いゲームなんで、今度はそうですね、ルマ・アルティメットとか、フォルザ・モータースポーツとか、最近、比較的最近出たゲームで、もう一回この検証してみようかなと思います。はい。まあ、それでね、まあ、DDR5 世代のゲームですからそれでうまく使いこなせないんだったらもういよいよ本当に何でもメモリーいいのかなと。あの見た目と RGB の綺麗さで選んで十分なんじゃないかなっていう、はい、気がします。まあ、あとはね、ブランドによってもしかしたら違うのかもしれないですけど、まあ、あのサムスンか SK ハイニックスかでまあいろいろ仕様が違ったりしますけど、まあ、ただ今回、2枚が G スキル1枚が V カラーでしたけど、まあ、ブランドが変わっても、まあ、性能は変わらなかったというところですね。はい、とても悲しいです。でこの動画の後はね、それぞれ、今度はインテルとそれぞれのクロックでインテルと比較した動画を永遠と上げてますんで、まあ、お時間のある方は見たいクロックのところの動画を見ていただければと思います。デフォルトの4800とあと7600と8000の、インテルと AMD の比較動画をこの後上げてますんで、ぜひお時間のある方は最後までご覧ください。はい、というわけで AMD 環境ね、これでゴールですね。まあデフォルトでやってると FPS40 台後半、オーバークロックして50台中盤っていうところでしたかね。はい、ということでね、ここからはインテルと AMD の環境をガチンコで比べていきたいと思います。まあ、メモリーは同一のもの、もうこれね CPU とマザーが違うだけですね。4800MHz からまず行ってみたいと思います。で、右側にね、キャプレム X で撮った画像、あの数値ですけども、上段が 7950X3D、 下側が 14900K ですね。まあ、どちらも液体金属で、空割り仕様のものです。で本格水冷で、エアコン冷却して目いっぱい冷やしてますけど、上側の 7950X3D はヒートスプレッダーありの冷却方法、 14900K の方はダイレクト大冷却なんでヒートスプレッダーなしです。なのでこの形でいくと本来 AMD の方が冷えるはずなんですけど、冷却方法の違いからインテルの 14900K の方がね圧倒的に冷えてますね。まあ、10度ぐらい変わりますかね。最近ね 7950X3D 用のあの AM5 用のダイレクト大冷却の水枕出てたんで、ちょっとそれも買ってみたいななんていうふうに思い始めてます。ちょっとね温度の余裕さが全然違いますよね。まあ、ただ 7950X3D はまあ90度いかなければ十分かなっていう気はするんですよね。そもそもオーバークロックでほとんどできないですから。だからあのインテルほどね冷却に気を使う必要はないのかなと。そこまでそもそも消費電力もコアにボルトも入れられないんで、そこまで温度上がんないですからね。
なのでまあ60度台で動いてればまあ十分かなというところですね。はい、でグラフィックボードですけど、まあ、それぞれどちらの筐体にも ZOTAC の4090を入れてるんですけど、まあ、こちらの方もね、あの本格水冷で冷やしてるんで、まあ、通常の空冷で動いてるより圧倒的に冷えてますね。もうこれあの動画ねずっと撮りっぱなしにしてるんで、途中ね事故ったりとかして結構ねあの時間かけて撮ってるんで、2、3時間稼働してますけど、まあ、どちらの筐体でもまあ40度50度ぐらいで動いてるんで、そうですね、グラフィックボードに負荷のかかるこのシムレースゲームですけど、まあ、この環境でやってる限りは、まあ、夏場も安心なのかなというところですね。で、はい、気になる FPS ですけど、まあ、あのバラバラそれぞれでやった結果、まあ、4800にしろ8000にしろ、まあ、性能に差はほとんどありませんよっていう報告だったんですけど、まあ、じゃあねRyzen 9と Core i9、はい、今のこの最強スペックでどっちがシムレースゲームに適してますかっていうのを比べた場合、まあ、DDR5 デフォで動いてる時どう見てもねこれ 7950X3D の方がちょっと分が悪いですね。やっぱりこの 4K トリプルってとっても負荷のかかるものだと思うんですよね。まあ、当然4090で描写してるんで、まあ、そちらの方で助かってる面もあるんでしょうけど、それでもやっぱりコアの数とクロックの高い 14900K の方がこういったゲームの時はやっぱり圧倒的に得意なのかなと。あのマックスでやっぱ 70fps 超えてきますからね。 AMD 環境だとやっぱりよくて60ぐらいなんで、まあ、結構差がありますよね。でこの差がね、あのこの後7600、8000ってあの追加していっても、まあ、ほとんど同じ感じで、差が同じ感じの差なんで、やっぱりあのそうですね、シムレースゲームは 7950X3D 不得意なんでしょうね、きっとね。3DV キャッシュっていうのが聞きにくいのかな、ちょっと分かんないですけど、まあ、あとはトリプル環境っていうのが良くないのかな。これシングルとかもしくはフル HD の3画面トリプル環境だったら、もしかしたら AMD でももっといい数字出るのかもしれないですけど、まあ、このメイクのところの65インチ3画面 4K トリプル環境で、まあ、この同じ機材を使ってパソコンだけを変えてる状態ですけど、まあ、これで純粋に比較するとこう明確に CPU の差は出ますね。なのでそうですね、まあ、いつかこのシムレースゲームを始めるにはどんなパソコンをおすすめしますかみたいなことを聞かれることがあったら、一応インテルかなっていう進め方をしちゃいそうですね。まあ、ただね今ね注意しなきゃいけないのは13世代と14世代ね、ちょっと特に Core i9 不穏なんですよね。なんかあの購入当初はいいんだけど、2、3ヶ月ぐらいするとなんかクロックダウンするとか、なんかブルースクールを発生するとか、なんかいろいろ不具合が最近起きてるらしいんですよね。ちょっとそこを気にするってなると、まあ多少 FPS が落ちても AMD なのかなっていう感じですね。はい、ということで次は 7600MHz ですね。はい、まあメモリー変えたところでねほとんど差がないって言ってるんで、まあ何回見ても同じ結果になるんですよね。 14900K の方がだいたい常に 10fps ぐらいプラスと。7950X3D はやっぱりちょっと厳しめかなと。でまあこれは OBS で録画しながらの数値なんで、まああの OBS なしで純粋にゲームだけを遊べば、まああと5か10ぐらいは上がるのかもしれないですね。あとはこれ今 EPIC 設定で
うーん、車を50台入れてますから、まあ、ここら辺をね、20台とか30台とかに絞れば、まあ、もっと軽く遊べるんだと思うんですよね。まあ、これこのゲームで一番負荷をかけられる、まあ、状態を、まあ、作り出してやってるんで、まあ、こういった結果になるのかなと。まあ、ただね、一緒に走るね、台数はね、多い方が楽しいですし、あと遠くの描写もね、綺麗に細かく描写した方がリアリティは上がるんで、まあ、そういったところを手を抜かないってなると、どうしてもこの設定になっちゃうのかなと、はい、思います。なので、まあ繰り返しになっちゃいますけどね、その今のそのインテルに起きてる問題を考慮すると、ライゼン9、まあ7950X3D は正直進めないですね。7800X3D ですかね。まあこれに、2K か 4K かシングルかトリプルかで、まあ、4070から4090までを選択していくような感じですかね。あとマザーボードも正直ここまで CPU を押ししたところで何の変化もないんだったら、まあインテルの Z シリーズとか、ライゼンのね X670 とか、まあいらないですね。多分オーバークロックはそんなに念頭に置かなくてもいいと思います。あとはもう一番ネックなのは USB の数ですね。やっぱり USB がいっぱい刺さないと、まあ、メイン君の環境だとこれ15本以上 USB 刺さってるんで、まあ、当然ハブとかも使ってますけど、ハブもあんまり刺しすぎるとね、認識しなくなるんで、やっぱり最初からねそれなりに数があった方がスマートだと思います。まあ、これ今こうバッと見えてるところだけでいくと、まずまあこうステアリングだけで USB 2本使えますからね。で、ステアリングとペダルに1本、それにペダルの振動にも1本必要でしょ。で各種メーターが全部でとりあえず見えるだけで3つ使ってて、あとは、ギア、シフター、あとハンドブレーキ、あとはホースフィードバックを出す椅子、まあ、この辺でもうすでに10本ですからね。あとはそうですね、ストリームデックとかね、アバメディアのこの配信装置みたいなのとか、こんなのも全部 USB つながってますからね。まあなるべく USB は多いのがいいってなると、まあ、やっぱりゲーミングって名のついたものになるんで、まあ、そうすると一番最低限のものじゃなければまあまあいいのかなといった感じですね。で続いてメモリーが、そうですね、もう何でもいいかな、見た目で選んでいいと思います。あと CL もそんなに短いの買わなくてもいいと思います。お金出して。で、シムレースゲームやるんだったら 16GB 2枚で、まあ、十分ですね。今んとこそれを超えるようなゲームがないんで。で、まあそうですね。OC して6000ぐらいになればいいんじゃないですかね。まあ、無論定格で使ってもいいんですけど、まあ、どのメモリーもデフォルトで使うよりそのメモリーの OC をする方が、だいたい 2,3 ぐらい FPS 気持ち上がるんで、あとはカクつきがなくなりますね、メモリー OC するとね。メモリーをデフォルトで使うと AMD の場合特にカクつきますね。インテルの場合は、まあ、そもそも FPS 高いんで OC しなくても、メモリー押ししなくてもあんまりカクつかないんですけど、もし AMD 環境を選ぶんであれば、まあ、メモリーは押しした方がいいのかなと思います。はい、そんな感じですね。なんでこんな 14900K とかね、 7950X3D とかそこまでハイエンドなものはいらないかもしれないですね。ただ、まあ、4K トリプルでやるんであれば4090のボトルネックにならない程度の CPU は必要ですと。あとは繰り返しになりますけど、 USB は
そうですね、8本以上できれば10本入るやつがやっぱり望ましいかなと思います。で、予算がないんだったら無理してオーバークロック対応の、マザーボードじゃなくてもいいと思います。はい、で続いてはね、V カラーの 8000MHz ですね。はい、こちらも 7950X3D と 14900K で比べてますけど、まあね、あの4800でも8000でもほぼ変わらないんで、あとこの違いは CPU だけですね。まあどちらも4090で動かしてますから、はい、でこの状態でもね、やっぱり FPS 同じですよね、今までとね、約10ぐらい違ってきちゃいますね。まあこれが現状ですね。やっぱり AMD はね、FPS ゲームとかは結構いい数字出るんですけど、あんまりこのシムレースゲームで比較してる動画がないんで、まあ、こうやって比較してみると、Ryzen さんまだもうちょっと頑張っていただかないとインテルは越せないなっていった感じですね。まあ、あとこれ温度はね、まあ最初の方にも言いましたけど、まあ、メイ君家のこの特殊な環境、14900K がダイレクト大冷却に対して 7950X3D はヒートスプレッダーついちゃってるんで、まあ CPU の温度が全然違いますよね。 14900K の方は40度ぐらいで動いてますからね。かたや 7950X3D は60度台ですからね。本来であればね、インテルの方が温度が高いのが普通なんで、まあ、この CPU の温度はちょっとあんまり他の筐体では参考にならないで気にしないでください。で消費電力ですけど、まあ、これはね、まあ、あの AMD の方が圧倒的に少ないですよね。まあ少ないって言っても、そうですね、60W、70W ぐらいの差なんですよ。なんでまあ毎日ゲーム2時間ぐらいやったって、じゃあ電気代にどのぐらい差が出るって言ったら、まあそこまで気にする金額じゃないのかなと言ったところですね。なんで、まあこの13世代14世代の問題がなければ、普通に Core i9 進めるとこなんですけど、ちょっとね今そこが心配なんで、Core i7 でやったら4090ってボトルネックになるんですかね。ちょっとそこは検証したことないんでわかんないですけど、まあ Core i7 だったら今のこのインテルの問題が回避できるのかもしれないんで、ただそっちの環境の方がもしかしたらいいかもしれないですね。はい、ということでね、だんだん喋ることもなくなってきましたけど、まあもう結果はね、何度もお伝えした通り、メモリーは安いのにしようが高いのにしようが変わりませんと。まあそれでもオーバークロックした方が多少は良くなりますと。あとは CPU は、まあ、それぞれ一長一短で、グラフィックボードにお金をかけるのが一番手っ取り早いですと。ただインテルと AMD では現状 10fps ぐらい、このメゲ君の環境、あとアセットコルサコンペツェオーネに限って言えばありますと。なんでインテルの方が FPS 高いです。ただし今のインテルは13世代14世代のその突然死問題があるんで、正直おすすめできないと。なので 7950X3D はちょっと設定がめんどくさいんで、 7800X3D で4090もしくはシングルでやるんだったら4070ぐらいでスタートするのがいいのかなと。あとはマザーボードは USB がまあ最低8個、良ければ10本ぐらい USB が刺さるとベストかなと。で、K 付きフィン板のオーバークロックを念頭に置かなくても全然大丈夫です。言ったところでしょうかね。はい。でね、まあ、ついでなんで、あの13世代14世代に出てるそのインテル問題ですけど、メイ君も実はこの今動かしてる 14900K2 月頃ね、最悪だったんですよね。
最初このインテル問題全然アナウンスされてなくって、いろいろググったら、まあ、多分これじゃないかっていうのが、まあ、2月ぐらいの頃にもちょっとあの海外の方のサイトとか見るとちょっと載ってたんですよね。で電力制限するとか、あのクロック落とすとかっていろいろ言われてたんですけど、まあ、いろいろ試しても、やっぱりね30分ぐらいねゲームやるとねパタッと落ちたりね、あとたまにブルスクになったり、あとはあのビデオメモリーが足りませんってなったりね、まさにあの症状が出てたんですね。ただメイ君これね今も 14,900K ね普通に使えてるんですけど、まあ実はねその後 14,900K があまりにもね止まりまくったんで、もう頭きて 14,900KS に乗り換えたんですよ。で 14,900KS に乗り換える時に今まで ASUS の Z690 使ってたんですけど、まあ、それをギガバイトの Z790 のオーラスマスター X に切り替えたんですね。そんで、まあ、あの 14,900KS で最初使ってたんですけど、まあ、あれもね設定がクソめんどくさくって、まあ、あのちょっと一回手を休めようかということで 14,900K をねまた使うことにしたんですよ。あっと動画がちょうど終わりましたね。はい、続いてはね、あの 14900K と 7950X3D をそれぞれオーバークロックと PBO2 で若干オーバークロックすることを、 CPU の方もそれをやって、メモリの方も引き続き DDR5 の 8000MHz で動かした場合の数値を最後に見ていきたいと思います。まあ、これがね、一応 14900K と 7950X3D でプラス4090でやる今の上限の数値だですね。はい、ということで、まあ、ほぼほぼ変わんないですね。ただ14900K の OC は70に手届く時がありますね。逆にあの 7950X3D の PBO2 は PBO2 かけてもまあほとんどデフォと変わんないですね。40台を低迷してるんで、まあ、ちょっと差は明確ですね。はい、でちょっと話戻りますけど、まあ、14900KS を使ってる間に 14900K やっぱこれ故障、本当故障してんのかなと思って、一回ねヒートスプレッダーもう一回取り外して、こう液体金属化してたんですけど一回きれいに拭いて、でベンチ台で最初使おうかなと思ってたんですけど 14900KS がちょっとあまりにもひどかったんで、今度もう一回ね、マザーボード戻したんですよ。でただ今度はヒートスプレッダー外してダイレクト台で冷却するようにしたんですね。でそれで使ってみたらなんか急に落ちなくなったんですよね。であれマザーボードがもしかして悪かったなんて思って、もともと使ってた Z690 のグラシアルを別な CPU 乗っけてベンチ台で使ってみたんですけど、そっちも落ちないんですよ。でなんかよくわかんないけどいつの間にかに治っちゃったんですよね。まあラッキーっちゃラッキーなんですけど、まあ、今言われてる 14900K ね、いろんなメーカーの BIOS をねそのあのデフォルトで使うような設定にしてるんですけど、メーカー相変わらずオーバークロックしたりとかして使ってますけど、まあ一時超調子悪かったですけど今なんか普通に戻っちゃいましたね。スコアもベンチのスコアも普通に42000ぐらい出ちゃうんで R23 で、正直 14900KS どうして買ったっていう感じに今なっちゃってるんですけど、まあなんか今月5月中にはインテルが公式な声明が原因が出るようなことを言ってますけど、なんか割って掃除してよく冷やして使えばもしかして普通に使えるのなんてちょっと思ったりするんですけど、でもねまさか他の CPU が壊れるのを待ってからもう一回同じことやって検証するなんてことはできないんで、まあとりあえず引き続きこの直っちゃった 14900K をちょっとオーバークロックで酷使しながら、まあ、もう一回壊れるのをちょっと待ってみようかなと思います。まあ、どのみちねメイ君ちの CPU は全部空割りしちゃってるんで今更メーカーに戻せないんで、
もう死なばもろともなんで、はい。で、多分ね、明日明後日ぐらいには当初の予定通りだったら池の、簡易水冷のバージョンのダイレクト台の水枕になってるやつが多分来ると思うんで、それで 14,900 ケースうまく設定できれば、もう一回 14,900 ケースとトレードして、ゲームベンチとかいろいろ回してみたいと思いますけど、まあ、今のところねどうなるか分かりませんが、まあ、とりあえず、まあ、13、14世代のこのインテル問題っていうのは、メイ君ちのはなぜか奇跡的に治っちゃいましたね。本当助かりました。もうね、あんな、30分とかでね、だんだんひどくなってくるとね、レース中にも落ちるようになってきちゃって、もう本当ぶん投げたくなるような気持ちでしたけど、まあ、それがなんか急に良くなっちゃったんで、まあ、ラッキーかなと、まあ、引き続きねインテルの調査を待ちつつ、メイ君も最大オーバークロックをかけながらちょっと使い潰していく勢いで検証していきたいと思います。まあ、またね、毎日は動画上げてないか、まあ、1週間に一遍ぐらいはこう走ってる動画意味もなく上げてますけど、急にね上がんなくなったら、あ、こいつんちの 14,900K か KS ぶっ壊れたなと思ってください。まあ、そこまでねちょっとオーバークロック状態でずっと使ってみたいと思うんで、まあね、一回はなったんで、おそらく当たり答えではないはずなんですよね、この 14,900K。書いてある通りの症状が出てたんで、間違いないはずなんですけど、今こうやってみると2時間でも3時間でも普通に動いちゃうし、スコアもちゃんと795まで薬を凌駕するようなスコアが出てますんで、今んとこ問題ないかなと思います。まあ、どなたかねこう おかしくなっちゃったよっていうのがあったら、まあ、私にも教えてください。なかなか横のつながりが寂しい動画サイトなんで、あまり情報が入ってこないんですけど、まあ、ちょっとねメイ君のもう空割りしちゃってるんで返品交渉ができない答えなんで、はい、まあ、このまま人柱となって検証していこうと思いますんで、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということでね、無事に、8000のオーバークロック、 CPU オーバークロック状態でもちゃんと3ラップ走り切りました。まあ、FPS も段違いですね、20ぐらい違いますね。この状態だとやっぱり 14,900K をおすすめしたいんですけどね、早くインテルさんなんとかしてください。じゃなきゃもう次のモデル早く出して、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。